はい、くてやまるどうもれいまるです。やっと2週間の実習を終えることができました。いや疲れたね。いや帰ってきて速攻撮ってるんですけど、臨場感を出すためにちょっとスーツで撮影しております。いや2週間長かった。実習ってまあどこ行ってたかっていうと、まあ詳しくは言えないんですけど、医療関係の資格でもあるので病院の方に2週間ほど実習に行ってまいりました。まあその間ねツイッター見れてなかったりだとか、まあ、欅坂日向坂全然覚えてなかったっていう部分もあるんですけど、まあね実習がやっと終わったということで、ちょっと一段落ということで、ね、あー疲れた8月の日ってこんな感じやったんですけど、まあテスト、大学のテストが8月の前半にあり、中旬にちょっとね特別講座っていう授業がありの8月後半にちょっと2週間のね医療施設での病院での実習がありました。いやバイトもね3回ほどしか入ってなくてですね、いや本当にお金もないしやばいなと思ったんですけど、いや2週間ね本当に充実した生活、いやマジでしんどかったんですけど充実した生活になりました。ということでね実習がやっと終わったということで、9月はね自分はまあ9月6日福岡全通行って東京ドーム行って日向の埼玉スーパーアリーナ行って日向の琥珀っていう最高の県オタのための9月なので、ちょっとそこではまあライブレポートであったりだとかいろんな動画出していきたいなと思うので、引き続きご視聴の方よろしくお願いいたします。まあ今日明日明後日ぐらいはゆっくりねバイトもないのでちょっと休みたいなと思います。ということで本日の動画以上です。まあ欅坂日向坂メインで動画撮ってるので、ぜひねこの動画を目にした方がいればチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまあスーツ姿のレイマラ貴重なのでちょっと目に収めておいてください。ということでバーイ。